速報、エースバーンのパルデア地方への入国日が決定しました。12月30日から数日間限定で行われる最強エースバーンレード、最強の証がついているテラスタイプ格闘で出現するみたいです。前回の最強レードのリザードンと同様ならば個体値は衝撃の 6V 確定。しかもエースバーンといえば前作のポケモン剣盾でも環境トップで暴れ散らかしており、アニメでもたくさん出たりガチの最強ポケモンです。対戦環境においては御三家最終進化らしいバランスの良い高水準な種族値に加え、一番のポイントは特性のリベロ。この特性により攻撃するたびにその技のタイプに変わるため、使える全ての攻撃技の威力を 1.5 倍にするイカレ特性を持ってます。しかも新規習得技で突進泥かけ草分け投げつける剣の前鬼に習得してるんけ。ただでさえリベロで火力も高い、テラバーストで技範囲も広い、さらに剣の前まで与えて誰で止めることができるんですか。え、最強リザードン捕まえてもランクバトルで使えないからエースバーンも使えないよ。どうせダイマックスできないから火炎ボールとか飛び膝蹴り外しまくって負けるよ。あと変幻自在今作から大幅な弱体化してるから多分リベロも弱体化してるよ。そんな強くないかもね。終わりでーす。